降りろ。冴島大河だな。本日現時刻をもってお前を東京刑務所から沖縄第二刑務所へと移送する。今日からここがお前の棒だ。入れ。手錠出せ。食事は17時。それ以外の細かな規則に関しては渡した書類に書いてある。ここは普通の刑務所とは訳が違う。死刑が執行されるまで少しでも長く生きたいなら、せいぜい目立たないようにするんだな。
あんた、本当に冴島なのか。本当にあの冴島大河なのかって聞いてんだよ。せやったらなんやね。神様ってやつは本当にいるんだな。どうやら俺らにも運が回ってきたみてえだ。俺らが誰か分かってるよな。上野清和だよ。あんたに25年前殺された上野清和会の若衆の子分だよ。あんたに親を取られてから20数年、この日が来るのをずっと待ってたぜ。親取られた返しっちゅうわけか。そんな簡単なもんじゃねえ。俺らの人生をめちゃくちゃにしてくれたあんたへの復讐だ。あんたに死刑は必要ねえ。きっちり俺らの手でぶっ殺してやるだ。人生がめちゃくちゃになったんは親が死んだせいちゃうやろが。我も極道の端くれやったらな、人生のケツくらい自分で拭け。何をやってるか。さっきの勢いはどうした。ああ、なんだその目は。まだ殴られたのか。おい斎藤。おい斎藤。斎藤、終わりだ。このなんだこいつは。今日は執行日じゃないだろう。ここまでだ。どうしてだ。別にいいだろうが。こんなクズ一人殺したところで。先月もそうやって二人殺しただろう。ちょっとやりすぎだ。命拾いしたな。前にお客さんだ。己は
高くつくぞ。外の奴に指示してあんたの口座に一本振り込ませておく。それでいいだろう。ちょうど車検でな、新しいのに買い替えようと思ってたんだ。助かるよ。あんまり長居すんなよ。じゃあ